メディアを再生するハイパーラプスを使って撮影された動画、ハイパーラプスは、インスタグラムが2014年8月26日にリリースした iOS デバイス用タイムラプス動画作成アプリケーションである。このアプリを使うことで連続45分間の動画を撮影し、その動画にタイムラプスの効果をつけることができる。通常、タイムラプス動画は、 カメラで撮影されたスチール写真をつなげ合わせることで作られるが、ハイパーラプスでは、ジッパーを除去することで動画の見栄えを安定させるブレ、補正アルゴリズムが使われている。インスタグラムで提供されているようなフィルターは、このアプリでは提供されておらず、最終加工段階でできることは、再生速度を1倍から40倍まで選択することだけである。ハイパーラプスは、 iOS デバイスだけに提供されており、Android 向けアプリはリリースされていないが、2014年8月、インスタグラムは近い将来に Android 版アプリをリリースするかもしれないと示唆した。一方、2017年11月時点の公式ウェブサイトでは、Android 版アプリのアナウンスはされていない。ホールアートボーイのミュージックビデオセンチュリーズは、ハイパーラプスを使って撮影された。 ありがとうございます。